駅入口秘境駅として知られている赤瀬駅は熊本県宇都市赤瀬町にある九州旅客鉄道三角線の駅である海際の山中に存在しかつて近隣の赤瀬海水浴場が賑わっていた頃は夏季の乗降客は多かったが現在は年間を通して利用者は少ない短式ホーム一面一線を持つ地上駅2012年4月現在 ホームが一部かさ上げされており、バリアフリー化されている箇所がある。駅舎はすでに撤去されており、ホームと待合所のみがある。待合所には駅ノートが設置されている。待合所は荒れていた時期もあったが、屋根や壁面は修繕され利用できるようになっている。無人駅であり駅員はいないが名誉駅長指定駅となっている。この辺りは海ギリギリまで山が迫っている。 東駅も、そのような山中にあるため、海沿いの国道57号から、急な坂道を登らねばならない。かつて石田、ダム駅がなかった頃は、道駅周辺の住民が線路を歩いて、東駅まで来ていたという。なお、駅から集落内の道を200メートルほど下ると、国道57号に出る。右方向に100メートルほどの距離に、参考バス。 任せバス停があり、三住駅方面と宇都駅方面を結ぶ路線を利用できる。ありがとうございます。